前半よりプレッシャーが気合すごおお、いきなり速攻行かせんで、全然作ってクロスオーバーこれはまさか青峰のファウル、ホールディング、フロアよ、まだイメージが過ぎてる。これ、また青峰さんの？プッシング、フロア6番じゃあその俺が相手ならどうなるんすかね。待ちくたびれたぜ、まったく。とっとと倒してこい。ついに奇跡が、エースの青峰を。いた！悪い予感が当たりよった。信じられん。今の動きは文句なし。青峰のストレア。調子に乗ってんじゃねえぞ、くせえ！ダメディフェンス黒5番、バスケットカウント、ワンスロー。青峰がバンブル、絶対止めなきゃ。なんで動きだけならまだしも速さまで青峰さんと変わらない。ぶち込め、奇跡。たく、フォーファールは俺のドジだった。エドはこれは稀勢の望んだ展開か。違うな、チームが勝つための戦略として受け入れてはいても本心じゃこうなってほしくなかったはずだ。とはいえまさかあんな面されるとはよ。しかもなんだサツキ、その心配そうな面は。なんだその慌てた面は。どいつもこいつも勘違いしてんじゃねえよ。ファウルで変わらないどころか凄み増してやがる。なんて集中力。やはり化け物か、奇跡の世代エース青峰大輝。
やっぱこうなってしもたか。にしてもつくづく恐ろしいもんやで、奇跡の世代。笠松？